はい、こんにちは。今日は町田ゼルビアさんをお迎えしてホームゲームのナイトゲームとなっております。19時キックオフです。今ですね、あと15分で4時というところなんですが、もう災害級の暑さが戻ってきました。山形は今35度あります。暑い。そして全国的にこう天気が悪いっていうのもあるんですけども、コロナウイルスの各地域での感染者過去最高度も連日更新してるっていうような感じなので、ちょっとね、今日もそんな中でサッカーが開催されるんですけども、いやー、さすがに見に行きたいけどコロナウイルスが心配だからって言って観戦見合わせる方もいらっしゃるでしょうね。もうその辺は自己判断だと思いますので、ね、無理してスタジアム来て怖い思いすることもないので、本当自己判断だと思います。で、僕は今日も前回と同じように二重マスクで、さらにアルコールスプレー持ってきました。もう前回はシュシュシュ試合の合間ずっとアルコールスプレーやってたんで、やって予防してたので、今日もそんな感じで、感染症対策を行っていきたいと思っております。でですね、今日は夏祭りだもん第2戦目ということで、夏祭りって言ったらやっぱ浴衣でしょ。前回も浴衣で来る予定だったんですけど、天気がちょっと心配だったので見送ったんですね。でも今日はすごくいい天気すぎるので浴衣着てきました。いや、通気性悪いんでめちゃくちゃ暑いです。でも暑さに負けず今日は声出し応援で行きますので、もう選手を思いっきりクラップバーナーとか声で後押しします。相性の悪い町田さんとの一戦ですけども、よし、勝つぞ。はい、こんにちは、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、今日のマッチデースポンサーの電力さんのブースで、こういったお菓子とか、あとちょっとこれ裏返っちゃってるんですけど、カトラリーセットですね、こちらが来場者にプレゼントされました。いや、電力さんは毎年すごくこういただいて嬉しい、使い勝手のいいグッズをくださるので本当にありがたいです。そして電力さんの社長さんですね、いつも素晴らしいスピーチしてくださるんですよね。今日も電力さんの社長さんの素晴らしいスピーチ聞けるかと思うと楽しみです。はい、シーズンシートの先行入場しました。いやー、本当に見事な夏空ですね。この天気のようにスカッと勝ちましょう。そう、スタジアムグルメ買ってきました。今日も、ゴール裏声出しができるエリアは食べ物、あとお酒の持ち込み禁止になっているので、早い時間にお腹いっぱいにしてスタジアムの方に入ろうと思っております。で、お祭りといえばじゃん、はい、いつものどんどん焼き米沢牛入りです。やっぱね、夏祭りだもんで浴衣着てきたんで、これお祭りグルメ食べないとね、ということでどんどん焼きにしました。ではいただきます。
Thank you.
れ様でございました。自宅の方に戻っております。いやー、今日の町田ゼルビアさんとの一戦、いろんな意味で疲れました。でも、もう皆さんご存知ですよね。1対0でモンテディオ山形の勝利となりました。いやー、ホーム戦での勝利となると5戦ぶりになるんですかね。いやー、あまり相性の良くないと思っている町田さん相手と、相手としての一戦だったので、もう、とにかく、もう、ドキドキしっぱなしでした。で、試合展開もやっぱり上位に、今、位置しているチームなだけあって、もう、町田さんの、もう、攻撃の圧とか、あとはディフェンスの素晴らしさ、すごかったですね。でも、そんな中で、モンテディオ山形がいい形で先制点を前半のうちに挙げてくれまして、町田さんのすごい攻めも何度かあったんですけども、もうゴールキーパーの後藤選手をはじめ、もうみんなで守ってピンチを切り抜けてくれたっていう感じです。もう町田さんのプレッシャーが本当にすごかったので、もう試合終了のホイッスルが鳴るまで本当気が抜けない一戦でした。ああ、もうクタクタです。そして今日はとにかく暑かったんですね。もう時折ちょっとね、夜の心地いいような風が吹くことはあったんですけども、長く続かなかったので、とにかく暑かったです。もう選手の皆さんをはじめ、サポーターの皆さんも本当にお疲れ様でした。今日はそういった暑さ、あとは湿気なんかもあって、ね、ちょっと皆さんお疲れだと思います。でも本当に疲れましたけど、今日はもう最高に心地いい疲れです。さて、ですね、モンテディオ山形はこれで9位まで上昇したのかな。そして次の試合となると、ちょっと今日程表確認してるんですけれども、次は8月6日、アウェーでレノバ山口さんとの一戦となります。そしてホーム戦となりますと、次が8月13日ですね。こちら19時からのナイトゲーム、またしても夏祭りだもんというイベント第3戦目となります。こちらの方もまた観戦に行く予定にしております。いやー、レノバ山口さん、ツエーゲン金沢さんとまたね、素晴らしいチームとの対戦となります。いやー、連勝してほしいですけども、一筋縄ではいかないと思ってますので、ね、次はもう声出しできませんけども、できる範囲内での応援、こちらの方で熱く熱く選手を後押しします。では、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では次も勝てるように、可能な範囲の中で熱く応援しましょう。ではまた次の動画もお付き合いいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではどうもありがとうございました。バイバーイ。